はい、ええー、二千十九年向け、えー、社会保険労務士合格講座労働基準法第大回の講義を始めます。よろしくお願いいたします。はい、えー、担当します。今日からあのこの合格講座本論編それから直前編担当させていただきます。えー、レック専任講師、えー、社会保険労務士の吉田達夫です。一、えー、年間よろしくお願いいたします。 さあ今日からねまあしっかり基礎編を受けられた方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、あのしっかり基礎編を受けた方受けない方ね、えー、いらっしゃると思うんですけれどもあの受けててなないいいからと言って心配しないでくださいあの最初からきちっとやりますので、えー、もしねあの、まあ、授業でわからないこととかがありましたら <laughs> 休憩時間それから、えー、おあの終わった後 あの遠慮なくあの質問をしてください私あの付き合いますんで,で、えー、今日からですね、まあ、この「合格講座本論編」が始まります非常に長丁場来年の8月まで直前編を含めると来年の8月までということになるんですけどもそれも毎週基本は火曜日と金曜日という形で週2回7時,半か,ら7時から9時半という2時間半の講義になります。 ちょっとねやっぱり1年間不安かなと思うけれどもぜひねやっぱりあのこれはあの皆さんの仕事仕事の、ね、中に一つ加わったぐらいの気持ちを持ってでよくね、まあ、私去年もこの渋谷とそれ去年はね渋谷とそれから新橋でこの合格講座やってたんです。で去年はね、まあ、申し込んだ方っていうのが総勢で35名ぐらいいて。 いわゆる渋谷駅前本校っていうことでもと新橋本校っていうことで申し込んだ方30名ちょい行って、まあ、最後までね、まあ、続けて一生懸命頑張ってこられたっていう方が大体半分ぐらいです実を言うと。でなんでそれだけあの半分に減っちゃったかって言ったらもうこれはもう間違いなく仕事が忙しくて勉強が続けられない要は残業があるからっていう形で残業して1回2回ね最初のうちは まあ欠席してもしょうがないかなと思うんだけどこれが3回4回5回ってこう続いちゃうとだん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 学校に来るのが遠くなっちゃってそのうちにも勉強もついていけなくてっていう形でなるんですけどもこれはね実を言うと私もあた置かれた立場実は一,一緒なんです。 あの最初にまあ自己紹介を少ししておきますと、えー、現在私54歳です昭和39年です前の東京オリンピックの年に生まれまして大学を出てから、えー、バラの包みで有名な某百貨店に入社をいたしまして45歳まで、えー、勤めてましたで42歳の時にいろいろきっかけがありましていろいろ会社でもねいろいろちょっとあってこの会社にいてもなあなんて思ってだからと言って で40過ぎてどこも就職先なんかあれ転職先なんかないだろうでも資格ぐらい持っとけばなんとかなるんじゃないかなっていうそういう軽い気持ちでその時に、まああの「お前はちょっと総務のことを人事のことを知らないから勉強に行ってこい」っつって言われて送り出されたところで社会保険労務士っていうのは、えー、じあの。 会社でね仕事をしながら両立しながら勉強ができるそして独立開業もできるいい資格ですよって言われてこれは目指さない手はないやろってこういう風な思いがあってそれで勉強したんですねそれで2年で受かって 独立そしてところが、まああのー、やっぱりね資格を取るっていうこととね商売するっていうことはねなかなかやっぱり違うんですよね。まあまあ脱サラで簡単な甘い考えでいったんで、ね、なかなかちょっとまあ、まあまあ、うまくいかなかったんだけど、まあ、あのその時の出会いとかがあったりしてその後秋田の社会保険あの秋田の、ね社会保 秋田県のね、あの先生とちょっと知り合いで秋田に単身赴任して社会保険労務士事務所で働いてそれから1年半たってからこっちに戻ってきて飯田橋の社会保険労務士法人に、えー、入ってそこで3年半や。 で,でこの7月から恵比寿にあります、えー、社会保険労務司法人まあ母体は司法書士法人なんですよ司法書士法人があって行政書士事務所があって社会保険労務士法人があってそれからまあ営利企業不動産の,あのコンサルなんかやる営利企業があってっていう形でやってるところの、まあ、社労士部門社労士法人でまああの除菌の社会保険労務士っていう形で日々お客様のもう手続きからいろんな労務相談からあ受けていると。 いうところでございますで、えー、そんな感じでふだんはまあ昼間は働いてそしてまあ夜はこのレックの渋谷駅前本校でえ講義をやっているとそういうふうなあ吉田でございます。で私がねあのこの合格講座で、えー、合格講座、まあ、あと月目は中上級講座っていうのをやってるんですけれども皆さんにぜひやっていただきたいことこれはもう私が その四十三歳の時に受かりました。その時に受かった時の勉強方法です。これのまあ一つあのこの受かった時の勉強方法の中のまあキーワードになるものっていうのが二つあります。一つが無駄なことをしないっていうことです。 もうだいたいね、あのー、社会保険労務士試験でね。まあ、その初めて聞いた、それから、まあ、初めてこれからあの勉強しようっていう人。よく聞くのは、社労士試験5回も6回も7回も。じ、へて、果てには10回も受けて、なかなかわかんない。社労士って難しいよね、なんて言ってる方がいます。で、私が、まあ、やっぱり合格こういう、ここでいろいろ相談会なんかもやったりして受けてるんですけれども。だいたい。 共通してるのは何回受けても受かんない人って大体無駄なことやってるんですそんなんあんたやらんでもええやろっていう勉強をやっとるんですでそんな無駄なことやっていたらあんたいつまでたっても受かんないよって言ったらその人どういうかといや私は今までこの通りにやってきましたんでこれからもってじゃあ勝手にやればって <laughs> ずっとね、うん、永久に受験生でいればいいじゃんっていうふうに思うまあ大体無駄なことをしてます。 で逆に、あのー、この2018年向けの合格講座で、えー、2人、ね、あの選択式で32点凧一式で49点って一発でそれも高得点でもう,、あのー、もう11月の合格発表をもう今、左打ち上であのー、待ってる人いるんですよ。で、その人2人に、ね、共通してるのはね、無駄なことしてる。 吉田がこういう勉強をしてくださいよこれだけやってくださいよっていうことをそれ以外やななかった人なんですだからあのやっぱりねそういう方ってねやっぱこうやって休憩時間とか質問を受けるでしょっった時にまとえた質問してくるのねそ,そんなあんた知らんでもいいでしょっていうことは質問してこないんですよ無駄な質問はしてこないつまり無駄なことをしていないからっていうことです。それともう一つは 隙間時間を上手に使うといううことです隙間時間時を上手に使うあの学生さんは学業は本分ですよねですから当然一日を大半を勉強に使うのはそれは当たり前の話ですで若いですから少々のこと徹夜したってどってことないかもしれないでも我々は違う昼間仕事をしてますね朝から夕方まで仕事をしてそれで勉強勉強して そ私たち今日も行行「へえ私たち今ハッハッハッ」って言いながらもうそれでもね、あのー、来ましたけれどもそんな中で勉強して、ね、眠い目向こうすっても早く帰りたいかもしれないっていう中でそんな状態の中でさらに休みの日だとかうちに帰ってから勉強なんかできるわけがないしそんなことやってたら続くわけがありません。 ですから皆さんにお願いしたいのはとにかく隙間時間例えば往復の電車の中それからお昼休みの時あるいは営業の方なんかで言えばあのお客様のところやポイント先に行く間の時間とかありますよねそういう無隙間時間をとにかく上手に使ってください。 だいたい営業マンの方なんかでもそういう時間があるでしょって言ってるにもかかわらずいやそういう時間仕事のことを考えてるあんてやってたらいや本当に仕事のことを考えてるとかっつってで結局あのたいこの2つをやってる方は最後まで続いているっていうことですですからぜひこの2つしっかりとお肝に銘じてですね 1>, 1年間とにかく続けてください1年間続けたらね合格に大きな力になることはこれは私が保証します、ねえー、ということでございますそしてじゃあ吉田がどういう授業をやっていくかっていう前に皆さんにこれからまあね今日ね持ってきているもの持ってきてないものあると思うんですけれども授業の時に持ってきていただきたいものを言います一つはこのお「パーフェクトテキスト」ですねもちろん皆さんのお手元にあります「パーフェクトテキスト」そして「 もう1つ一問1一答過去問ブック、この2つ、それで3つ目猫レジっていうのがありますよね猫レジっていうのが届いていると思います。猫、まあ、レジ持ってない方はね、あのーあのまあ、適宜あの必ず使うとは言いませんけれども、まあ、もしなかったらあのちょっと猫レジのページ数だけでああ確認しておいていただければということです。それと筆記具なんですけれども筆記具持ってきていただきたいのが1つが蛍光ペン。 これは蛍光ペんで黄色かっていうとこれね授業の時には黄色の蛍光ペンを使うんですけれどもこの後あの各科目終わると確認テストとかそれからあの直前期にあの実践答練だとかそれから公開模試とかありますよねそういう時にね、あのー、問題演習をやった後に自分の中で答えが間違っただとか分かんなかっただとか。 そういっったたのがあったら色を変えて緑とか黄色とかそういう蛍光ペンを使っていただくんですその時にこの黄色でベース塗っておいているものについては大体ねほら色を合わせると真っ黒くなったりとかっていうのがねよくあるんだけれどもそれがないんですよ。 黄色と緑ってね合わせるとねちゃんと緑になるし黄色とオレンジってはちゃんとオレンジになったりするんでなんでそういうその黒くならないようにっていうことで一応黄色やってますたまにねピンク彫ってくる方ないんだけど大概ピンクね色を重ねるとね真っ黒くなる。 だから黄色っていう形で,で私はね実は言うとまあ2クラス持ってますで予習もね予習用にもこの黄色いマーカー使ってるもんだから実はね毎年ねこのアマゾンでね、えー、<laughs> あの通信販売でね50本まとめて買っちゃうのね1本だと大体100円するんだけど五50本ぐらいになるとね1本あたり80円とかねそういうふうになるからまあそんなのもつく、ね、上手に使っていただいてそれと赤ペン赤のボールペン まあ、ボールペンでもシャッペンでもあのシャープペンたまにあるのね僕はあの受験生の時に赤のシャッペンあの間違えちゃうといけないかって,ってシャッペン使いましたけれども、まあ、赤シャープでも赤ボールペンでも結構でございますから赤の筆記具持ってきてきいいいただきただと思いますで、えー、授業の時にはですね授業の進め方なんですけれども最初に <laughs>。 これ、私のあの予習用なんですけど、最初に皆さんに今日は何ページから何ページやります？っていうお話をした上で、まず最初にやるのがここにこうやってモニターにテキストを映し出しまして、えー、黄色いマーカーを塗っていきます。一緒に塗ってってくださいね。これはあの私のあのだから、実際私ね。こうやってね。<laughs> 合格講座用とかね、上級中上級講座用ってね、この授業用のテキストもちゃんとあるんですよ。これに塗っていきますから、一緒に塗ってってください。それと、えー、必要に応じて、赤のボールペンで書き込んでいく。これを何と言うかというと、これをね、こういうふうに私は読んでます。テキストを耕すっつうんですよ。テキストを耕すっつ。 要するに真っ白なテキストね、真っ白なこのあの畑を。クワを入れるがごとく、あの真っ白なテキストをね。あの自分のオリジナルの。ね、読みやすいテキストにしていくっていうことです。それから板書もします。 書に関しても、えーとまああのー、最初は、ねまああのー、レポート用紙とかノートに書いていただいてもいいんだけどもレポート用紙ノートに書いたものは必ずこのテキストの空欄に、えー、書き込んでくださいあとで。要は何でかっていうとノートをつけるってなると。 後で見返す時にテキストを見てノートを見てって非常に非効率的なんですだから、えー、最終的には、ね、このテキストに全部集約をするっていうことですこれを見ればすべてが分かるっていうふうにしていただくっていうことです。 ね、そのためのということでテキストの「え耕す」という形でやっていきます最初に私の方でこの,あの単元ごとに黄色いマーカーとか赤ペンを使って、えー、皆さんにテキストを耕していただきますその後に私の方でそれぞれ具体的な事例に基づいて説明をしていきますできる限り具体的なあの例えば実務の話だとかそういったものを入れながら、えー、話をしていきます普段私も、ね、あの社としてお客さん 様と接してますのでそういったすね。その、えー、いう形で授業をやっていくで授業は7時から最初10分休憩途中10分休憩あります8時10分までが最初のコマそれから8時20分休憩して8時20分から9時半までという形でなります。えー 休日クラスなんかだと時々あの延長したりっていうのがあるんですけども皆さんね9時半過ぎちゃうとねそれだけ帰るのが遅くなっちゃいますからできる限り私も9時半に終わるようにしますただたまにやっぱりちょっと終わらなくて5分ぐらい延長することもありますけどもできるだけ延長しないようにしますけれども万が一ちょっと延長になった場合にはご勘弁いただければというふうに思いますはい。 そういう形で今日は早速労働基準法のです、ね、第1回ということでじゃあどこ,どこからやるか今日はどこまでやるかっていうのを最初に言いますね今日は1ページ、ね、最初の1ページの「総則というところから入りまして十七ページ、ね、37ページまで今日は入るとこういうふうな形で今日は授業をやっていきます。 さあそれでは早速、えー、まず最初ね第1ページ「総則というところをちょっと開けていただきまして労働条件に関する基本原則というところに入っていきますがその前に労働基準法っていうね何なのっていうところのねお話をまずしておかなければいけませんまあ労働基準法多分名前は変えたことがあると思うねあのまして今一番話題沸騰中ですあの国会でね この今年の,あの通常国会の一番のメイン安倍内閣安倍総理が何と言ったか働き方改革国会だとね、何としても働き方改革法案を通すんだということでこの働き方改革法案の一番のキーワードというのが労働基準法です。労働基準法がもう本当にに年年大改定されると いう形で大きく変わりますですから、えー、来年の皆さんの試験は新しい労働基準法、ねえー、で、えー、試験を受けていただくという形になります。でこの労働基準法っていうのができたのがいつかっていうことなんですけれども昭和22年、ね、昭和22年にできたんです。でなんでこんな労働基準法ができたかっていうと戦前。 どんな皆さん日本は働きき方をしててたかかってイメージできますか例えば「デッチ暴行なんて話聞いたことあると思う。ね、あのとかあるいは「ああ野麦峠」っていう昔ね映画があったんだけど、ね、あのもう本当に親の借金の方にあの工場とかそういう商店とかに売られてそれでそこでもう朝の5時ぐらいから。 夜中の12時1時ぐらいまでずっとこ休みなしに働かされて辞めたいって言ったらお前はなうちの,あの,お,前の親から、ね、お前の親はな俺から借金してるんだとその借金を返すまではここから辞めることはできないんだぞみたいな形でまあもともとこの労働基準法って原案を作ったのは連合国です。 いわゆるアメリリカととかかイギリススフランスですで要は日本をもう,そのもう原案を作ったときにはもう日本は負けると戦争に負けるとで戦争に日本が負けたら連合国が支配をするとそしたらその時に支配わ占領をしたときに日本という国をやっぱり近代的な国家にしていかなければいけないと,ところがその近代的国家にするにあたって いかにもこの奴隷的な働き方なんとかしないことにはこれは日本というのはいつまでたっても近代国家にならないっていうことですだからあのもしかするとね勉強してるとえこうやってちょっと時代遅れじゃないっていうことも今日,なん今日早速勉強するとこなんかあれ ちょっとこれ時代遅れこんなことってありえないだろうって思うようなこともあるかもしれないけれどもやっぱりり大事ななとととこころいうことになりますだから早速第1条から入っていくけれどもまさにこの第1条というのが実は労働基準法の基本理念になるものだっていうことでございます。 では早速3ページのこの労働条件の原則っていうところからマークをしていきましょう。では一緒に黄色いマーカーとかね持ってください。もし黄色いマーカーない方はあのすいませんちょっとあのあの鉛筆でも何でもいいんでとりあえず線引っ張っといてね。はいでは行きますよ。労働条件は 労働者が人たたたるるに値すす生活をを営むためのの必要を満たすべきものでなななければならない労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。2番この法律で定める労働条件の基準は最低のものこの法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから労働関係の当事者は この法基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとよりその向上を図るように努めなければならないその向上を図るように努めなければならないこれがいわゆるここにちょっと書き加えていただきたいんですけれども <laughs> この第1条というのが労働基準法の基本理念です。 労働基基準法の基本理念だとということですねはいそして、えー、じゃあこの文章について見ていくんだけどもまず最初に労働条件は労働者がここのちょっと赤線も引っ張っていただきたいんだけど人たるに値する生活労働条件は労働者が人たるに値する生活なにって言ったらこれは言い換えれば人間として価値ある生活です。 奴隷じゃないよ。僕たちは奴隷じゃないよ。人間だよ。だから人間として人間らしい生活ができるようにしなきゃいけないよ。っていうことです。だから例えばの話ね。あの私働きたいですって言いますね。だから、会社のあの社長さんがを雇ってやるよ。でもな時給は100円なって言われたらどうします？今ね100円じゃね。感受数も買えないわけですよ。 そんなね100円なんか時給100円なんかではね缶腸ュ1本買えないのにねそんなのダメですよあそうじゃあね他に働く人がいるからねその人に声かけるわちょっとちょっと待ってよというふうになっちゃうじゃないですかそれじゃあもう本当半ば奴隷と一緒だからそういうことがないようにしてくださいっていうことですそれから 2, 2項のところにこの法律で定める労働条件の基準は最低だって,言って 最低ってことは、これ以下はありえない。ありえないというより、これ以下はやっちゃいけないんです。でも、去年だったかな、一昨年だったかな。皆さん、あるエステティックの会社の社長さんが、こんなこと言ったの覚えてる？労働基準法なんか守ってたらね、会社潰れるわよ。つって、社員の前で言った。 それがあのねボイスレコーダーに言われてあの世間に出回ったんだけど僕からすると「ああそう?」って「じゃあ潰れば?」ってそんなの会社で働いている社員がかわいそうだわってこういうふうになるわけですよね。ですからとにかくこの労働基準法というのは絶対に守んなきゃいけない最低ですからこれ以下はありえないっつってんですで。ここにに労働関係の当事者はっていう,ふうにある 労働関係の当事者労働関係の当事者って何かっていうことなんですちょっとこれはね、労働関係の当事者ってどういうことかっていうことなんだけど、ね、労働関係の当事者っていうのは この労働基準法に出てくるのは2人の主人公がいます1人が労働者です要は働く人ですよねそれからもう1つ使用者この労働者を使う方後であとで具体的な労働者と使用者っていうものの定義っていうのがありますけれどもこの2人が出てくる 労働基準法っていうのは使用者は何々させなければいけない使用者は何々させてはならないとかね使用者は労働者に何々させてはならない使用者は労働者に対してこれこ,れこ,れこういうふうにしなきゃいけないっていうような書き方があのされておりますのでこの労働者っていうのと使用者これがえ2つがえ揃って労働関係の当事者っていう。 言い方をしますですのでここのテキストのところにも「まあ、あ労働者使用者」っていうふうに書いておいてもらっても、ねはい、ういう,ふうになります、はいのね、えー。この労働関係の当事者労働者と使用者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないこの基準って何かっていったら例えば。 えー、こんな感じです。ある会社でね。まあ、これからあのいろいろ勉強していくんですけども、その中の一つの中に労働時間が1日の労働時間っていうのが定めがあるんですね。1日の労働時間っていうのは8時間って決まってます。使用者は労働者に対して1日に8時間を超えて労働させてはならないっていうふうになってんだけども。 その会社っていうのは例えば A 社があってこの会社はうちは7時間だというふうになっている7時間ってなってるんだけれどもね、えー、7時間ってなっていてあ,あそっか労働基準法って8時間までいいんだうち7時間だここちょっと少なすぎないじゃあ7時間とこ8時間にしようっていうねそれはちょっと待てよともともとだって7時間で済んでるのね なんで、ね、労働基準法がこうなってるかだって労働基準法最低だっつってんのになんでわざわざ最低基準まで避けるのよって話になるわけですよ。ということですむしろこの7時間を6時間半とか6時間で済むようにするのが通常でしょって。 こういうことがこの第2項のところで言われていることでございます。で、えー、じゃあねちょっとねこの問題についてはねこのページについては、えー、あもう一つやっていこう4ページを開けていただけますかはい4ページ4ページのねちょっと下のところにねポイントっつうのがあるんですけどねこの中のねポイントの中に3つポチが,があるでしょ。ポチのね2つ目をちょっとねマークしていきますよ。 労働条件とは、ね労,働えーとね、労働条件とは,労働,件とは労働者の職場における一切の待遇労働者の職場における一切の待遇をうが雇いので労働者の職場における一切の待遇を言うが雇い入れ採用は,採用は、えー、労働者として使用者との労働関係が発生する前段階の要件であることから 本庄に言う労働条件に含まれないそれから人たるに値する生活とは健康で文化的な生活を内容とするものである具体的には、えー、一般の社会通念によって決まるもの一般の社会通念によって決まるものであり人たるに値する生活の中には労働者本人のみでなく その標準家族も含めて考えるべきものであるとここまでねまずマークをしてくださいはいでまず最初のところにここにねえー、と労働条件とはって言ってね労働基準法でいうこの労働条件というのは労働者の職場における一切の待遇労働者の職場における一切の待遇ってしてて でえー、これはねちょっとね一問一答のね過去問ブックを開いていただきたいんですけども3番の問題三番の問題見ていただきたいんだけどもね3番の問題これは平成25年の問5の問 A で出ていますでここにどう書いてあるかというと「労働基準法第1条にいう労働条件とは賃金労働時間解雇災害保障等の基本的な労働条件を察し 安全衛生寄宿舎に関する条件は含まないってしてる。でも、これはバツなの。こういう安全衛生、安全衛生って何かって言ったら。労働者が、は、あの、事故がなく。ね、働けるようにするための環境づくりであるとか。それから、えー、寄宿舎。まあ、いわゆる、あの、独身寮だとかね。それから、あの、建設の工事現場なんかだと、はんばとか。ああいったところです。そういったものだって。 立派な労働条件そういったところで独身寮があるからねあの安心して働けるとかっていうこともあるわけだからそういったものも全部含みますよっていうことなんです。ですのでここのところにねちょっとね書き込んでいただきたいんだけれどもここは安全衛生ちょっとねこの小さい字になっちゃうんだけれどもこんな感じで書いてください。安全衛生それから寄宿舎含むと書いて